キッチナー伯爵は、かつて存在した、イギリスの伯爵位。ホレーショハーバート・キッチナー陸軍元帥が1914年に、ジョイされたことに始まるが、第3代キッチナー伯爵ヘンリー・キッチナーの死をもって2011年に、廃絶した。HH ・キッチナー陸軍元帥ホレーショハーバート・キッチナーは、スーダン戦役やボーア戦争に参加した軍人で、第一次世界大戦を、 総力戦と見切って、キッチナー陸軍を創始した人物である。彼は、スーダン戦役後の1898年11月1日に、連合王国貴族として、サフォーク州、アスポールのキッチナー・オーブ・カルトゥーム団舎に助された。キッチナーは続く某は戦争後も、借位を得ている。すなわち、1902年7月11日に、サフォーク州、 アスポール及びトランスバール植民地バールにおけるキッチナー・オブ・カルトゥーム尺に登る尺した。この爵位には彼の兄弟にも相続を認める特別継承権が定められており、後の助尺でも同様の相続条件が定められている。彼はさらに減衰昇進後の1914年7月27日に連合王国貴族爵位のカルトゥーム及びブルームのキッチナー白尺、 ケントシューブルームのブルーム子爵、ケントシューデントンのデントン男爵を授けられている。しかし、元帥は生涯未婚であったことから彼の死後は弟ヘンリーが爵位を継承した。二大伯ヘンリーは生前に長男に先立たれたため、その孫ヘンリーが爵位を相続している。三大伯ヘンリーは ICI に席を置く物理学者であった。その彼が生涯未婚のまま死去すると、 全ての爵位は廃絶した。三大伯の名エマ・キッチナーは、マイケル王子妃、マリー・クリスティーヌ・付ケ助官を務めた人物である。その夫で、俳優ジュリアン・フェローズは、こと爵位継承に関して、申し分なく、良識ある、成人女性に、全く相続権がないというのは不合理だと思うと、述べて、エマ夫人が爵位を告げない不満をあらわにした。 これを受けて2012年5月9日に、エマ夫人に対して、伯爵の娘と同格の地位、継承しようを認める直挙が下る一幕があった。キッチナーの男子及び娘の男子に加えて、彼の兄ヘンリーとその男子、彼の弟、フレデリック・ウォルターとその男子にも継承を認めていた。この際に、元帥の直系男子に継承を求める1898年創設の、 男爵位は廃絶した。同直居では、三大白に先んじて死去した弟、チャールズ・キッチナーが、未だ存命で爵位を兄より継いだと仮定して、その娘エマがエベカリし、権利、継承を認める趣旨。ありがとうございます。